絶対に負けられない戦いがそこにある。本日令和5年5月3日第60回大阪ダービーでございます。はい、ということでこんにちは、牛鉄です。さあ、というわけで本日今ここはですね、万博記念公園の、駅前に来てるんですけども、今日はですね、第60回目の大阪ダービーでございます。はい、このゴールデンウィーク後半戦初日ですね、相手は絶対に倒さなければならない相手、ガンバ大阪です。ガンバ大阪ね、ガンバさんはね、今ガンバね、今17位とね、今ちょっと下の方に行ってね、ちょっとセレストも今8位なんですけどね、このダービーいくら相手が不調とかと言っても関係ありません。ダービーはダービーです。というわけで、今の時刻でか、ちょっと雲って見えないですけど、8時54分でございます。はい、今からですね、ちょっと早いんですけども、パナソニックスタジアムの方にね、今から向かいたいと思います。というわけで、この大阪ダービー、今日も一日どうぞよろしくお願いします。さあね、それではパナスタの方に向かいたいと思います。さあ、というわけでね、先ほども、まあ話しました通り、今日ねゴールデンウィーク後半戦の、まあ、初日ということもあってですね、ちょっと高速、これは中国道、あ、わからないです、多分中国道ですかね、あの中国道がねすごい混んでて、もう全く動いてない状態です。そしてね、これね、モノレール、これはね、万博公園駅かな、万博公園駅のモノレールと、これがね、太陽の塔ですよ。はい、太陽の塔、そしてこれがね、観覧車、日本最大の観覧車ですね。あ、ちょうどね、モノレールのポイントもあります。はい、ここはね、どうやらモノレールの駅では唯一こうやってね、4つホームがある駅だそうです。ね、そして向こうには、向こうにはララポートとかもねありますと、だいぶねパナスタはエキスポシティとかね、奥の方にあるのでね、まあ15分ぐらいかな、と15分ぐらいなんですけどもね、この足で自分たちのね足で今から行きたいと思います。さあ、ご覧ください、これがね、先ほど言ってた観覧車ですね。あ、ちょうどね下にはモノレールもねありますね、ちょうどね台車とかもね見えるとね、あとこれあれですね、万博のラッピングですね。はい、万博のラッピングどうなったんです。はい、ちょっとね、まあ、話を戻して、ここに、日本一の大きさかな、この観覧車ですね、バスヤニッタ行ってみたいですね。さあ、そしてね渋滞、車はね、高速の方は、ちょっとまだ相変わらずまだ、ちょっと進んでいない感じです。さあ、ちょっとね見えてきましたね、パナスタですね。まだね、まあ、距離はまだあるんですね、ちょっと距離はあるんでね、もうちょっと歩いていきたいと思います。さあ、というわけでね、徒歩、15分ぐらいかな、こちら、パナスタの方に、エントランスかな、エントランスの方に到着しました。ということでね、ちょうど、まあ、15分ぐらいかな、まあ、15分ぐらいかかったと思います。というわけで、ね、見てください、これがね、パナスタのね、ちょうど外にもスタグルの方もね、いろいろいます。とあとはこれが、ね、選手のね、横断幕あります。というわけでね、セレサポのね、まあ、応援席の方は奥、まあ、ゲート2なんで、ちょっとね、自由席なんで、ね、ちょっと撮っていきたいと思います。さあ、ということでですね、お待ちかねの、スターグルコーナー前半戦でございます。はい、今回はですね、ちょっと開けにくいんですけどもね、はい、入れました、こちらでございます。飛ばされたんですけど、今回はねこちらでございます。サウスさんの、サウス飯ということでね、はい、まあチャーハン、焼き飯ですね、こちらのね、焼き飯、実はですね、多分知る人と知る、あのね、まあローソンでも売ってるね、堀西のアウトダースパイスさんね、こちらを使用しているところでね、
使った味となっております。はい、ちょうどね、こちらにガーリックスライスと唐辛子、あとね卵、まあ、ですごい匂いもね、あーすごいスパイシーガーリックな匂いですね。というわけでね、こちらの、オリンピックサウスさんのサウス飯をね今からいただきたいと思います。それではね、いただきます。じゃあね、ちょっと混ぜて、まずはご飯、うん、すごいね、スパイスとかも効いてて、ちょっとね、肉のね、食感もしてね、ちゃんとスパイスがね、すごいね、すごい絶妙ですね。ちょっとね、唐辛子とかガーリックの方もね、食べていきたいと思います。で、ちょっと反射で左右で光って見えづらいんですけどもね、ちょっと下げてね、これね、はい、次はね、また食べていきたいと思います。うん、うんね、絶妙で美味しいです。これね、ガーリックとこの鶏にしのね、スパイスとあとね、唐辛子がね、すごいマッチングしてすごい美味しいですでね、それね、今から完食の方をしていきたいと思います。さあ、というわけでごちそうさまでした。はい、このね、このサウス飯のね、すごい先ほどね、ちょっと言い忘れたんですけど、すごいね、ご飯の方もパラパラしてね、何よりもね、すごいガーリックとかね、スパイスの味がね、スパイスがね、すごい効いてて絶妙ね、すごい美味しかったです。はい、このね、サウスさんがね、実はね、淀港の方でも出店しているんで、まあ、今回は、まあ、出張という感じかな、出張という感じがね出てるので、もし淀港でね来た際にはぜひ皆さんこのサウス飯食べてみてはいかがでしょうか。あとね、もしかしたら多分来年サウスさんがそのセレスト来年もや自作の方やってたら、もしかしたらね、まあ、来年ね、ルヴァンもしかしたら道具、あーでもルヴァンもしかしたらと、あとね、リーグ戦でもしかしたら来るかもしれないのでね、パナスタに来た際もね、どうぞ食べてみてはいかがでしょう。もしね、出張パナスタの方に出張が来たらね、食べてみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。さあ、というわけでね、今から入っていきたいと思いますけど、おお、見てください。さあね、上から見てみましょう。いやーね、本当に素晴らしいスタジアムなんですけどね、今から入っていきたいと思います。ちょっとここでですね、ちょっと緊急事態が発生しまして、はい、ちょっとね、本来ならばククルさんね、あのたこ焼きあると思われるんですけどもね、ちょっとククルのたこ焼きの方をね、ちょっと今食べたいなというふうには思ったんですけども、なんとですね、あのホーム側しか食べれないっていう、はい、ちょっとすごいちょっと想定外だったんで、ちょっとね、また切り替えて、またちょっと別の、うん、ね、ちょっとまあ時間がないんでね、ちょっと食べてきたと思います。さあ、というわけでね、ちょっと今バス待ちのね、ちょっと待ち時間なんですけどね、ちょっとパパッとね、30分ぐらいちょっと混んでるらしいのでね、ちょっとその間にね、まあ、やるんですけどもね、紹介していきたいと思います。はい、今回ね、次後半戦は焼きうどんでございます。はい、ホルモン焼きうどんをチョイスしました。はいね、野菜とかも、それこれはキャベツとかね、ホルモンとか人参もね、あっています。さあね、それではいただきたいと思います。いただきます。うん、すごい、あ、でもね、しっかりしててね、野菜とあとホルモンもね、脂身回ってね、すごい美味しいです。じゃあね、ちょっと時間がないので残り食べていきたいと思います。さあ、というわけでね、ごちそうさまでした。はい、焼きうどんね、すごい脂身とかもねあってね、野菜とかね、すごいマッチングしてね、すごい絶妙なね味でした。さあね、というわけで皆さんもね、多分ね、もしあのパナスタとかにねあれば、どうぞ試してみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。美味しかったです。
わけですね、今決起集会もね終わりましてね、本当に今すっごい暑い気温で、今日何度かなで、25度ね、すっごい暑い、この季節にしてはねすごい暑い、しかももう声ガラガラなんですけどもね、今から、2時キックオフです。全力でね倒していきたいと思います。ということでね、今から練習とかねいろいろ始まるね、いきましょう、よろしくお願いします。ブー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 ゼイヨン、ゼイヨン、おーおーはいアーミーアーミーおーおーかーこっちこそかかってこい。
俺らは叫ぶ太陽系桜の戦士リンゴ胸を探すオッケー、これがスーパー人魚っすよ。さあ、というわけでね、前半終わりましてね、現在1対2、セレストがねリードしています。というわけでね、まあね、今日はまあ2人とも2人とか、まあ両チーム、1番ずつね、ちょっとイエローはね、あったんですけどもね、でも今日はね、気温が、ね、ちょっと、25度だったかな、もうそんぐらいの暑さなんですけどもね、夏男レオサラ選手が見事、ね、素晴らしいゴールを見せてね、現在1対0でリードしているということでね、はい、私の方だいぶ喉がちょっとカラカラなんですけども、まだ後半、まだね、後半まだ期待していきましょう。また後半もよろしくお願いします。セレッソ大阪、
さあということでね、試合が終わりまして、結果2対1、セレッソ大阪勝利です。ということで、はい、最初ね、まあ、先ほどもね、前半、両サイドの選手がね決めたんですけども、そこでね、ガンバのダワン選手にね、最後ね、56分にまたねちょっと入れられたんですけど、すでに土壇場で片付けですよ。いやー、よくやりましたよね。今日はね、34,517人のね観客ね、もちろんね、いっぱいね、パルスタの中もね埋め尽くされて、ね、本当にすごい最高の試合でした。いやーね、こういう試合がね、やっぱ何よりもね、このジンヒョン選手のね、スーパーセーブね、いろいろありましたしね、本当にすごい見応えのあるね、本当にここに現地来てよかった試合でしたということでね、はい、というわけで今回はね、もうちょっとめちゃくちゃ声もガラガラなんですけども、パナソニックスタジアム吹田から第60回大阪ダービー、見事我々セレッソ大阪勝利しました。さあというわけで、次回の私ね、セレッソ、現地予定は、5月14日のね、サンガスタジアムですね。サンガはですね、リーグ戦と、リーグ戦だな、まあ、リーグ戦では初めてなんですけども、ルヴァンはホームアウェーともにね、すごい残念な思いをしたんですけどもね、まあ、リーグ戦で巻き返しをしていければいいなというふうに思います。さあというわけで、今回の動画はここまでです。次回の動画で会いましょう。さよなら。